皆さんこんにちは。お部屋探しのハートサポートの岩木です。今回ご紹介するのはティーズガーデン川崎大師2、駅から徒歩1分の新築マンションです。初期費用は5万円、2021年12月地区の鉄筋コンクリート造マンション、フリーレント2ヶ月付きで契約できる物件を発見いたしました。はい、この後スクリーンショットタイムです。今回はですね、前半後半2タイプの間取りを分けてご紹介いたします。同じ 1K タイプなんですけれども異なりますので、ぜひ皆さん最後までぜひご覧くださいませ。はい、まずご覧いただきますのは A タイプ、 21.24 平米のお部屋です。はい、このようにお部屋探しのハートサポートはですね、初期費用がとてもお得なおすすめ物件を YouTube 上で最速でご紹介したいということで、多少雑な編集になってしまっている点あるかもしれませんが、そこはご愛嬌で皆様お楽しみくださいませ。はい、立地はですね、神奈川県川崎市川崎区大師駅前1丁目にございます。こちらのティーズガーデン川崎大師2、最寄り駅京急大師線の川崎大師駅徒歩1分、駅徒歩1分ですね、目の前が駅です。はい、周辺環境も調べています。コンビニはファミリーマートがあり、スーパーはマイバスケットがございました。はい、前半と後半で大きく異なるのは水回り、お風呂ですね。 A タイプまた C タイプにつきましては風呂とトイレが同じです。後半ご覧いただきます D タイプまた B タイプですね、こちらは風呂トイレ別のお部屋です。また広さも30平米以上ございます。物件の詳細につきましては YouTube の動画概要欄に記載していますが、ご質問や最新の空き状況等については当社お部屋探しのハートサポートの LINE 公式アカウントから皆様お気軽にお問い合わせくださいませ。なお2人入居かとのことです。はい、 A タイプご覧いただきました。後半は設備を含めてご紹介します。それでは動画後半に続きます。皆さんこんにちは、岩木です。ご覧いただいているルームツアーの部屋いかがでしょうか。詳細は概要欄に記載しておりますので皆さんご覧くださいませ。それでは引き続き動画ご覧いただきましょう。はい、それでは D タイプのお部屋見ていきましょう。ベッドルーム約 7.4 畳の 30.84 平米ございます。 1K タイプです。 1K タイプ 30.84 平米、広いですね。インターネット Wi-Fi 付き、インターネット使用料無料です。ユーコム光、最大通信速度 1GBps と記載されています。はい、こちら A タイプから D タイプございますが、すべてのお部屋初期費用5万円、フリーレント2ヶ月付きでご紹介いたします。はい、それでは設備をご紹介していきます。オートロック、モニター付きインターホン、宅配ボックス、防犯カメラ、エレベーター、ダブルロック、システムキッチン、メールボックス、室内洗濯機置き場、エアコン、シューズボックス、敷地内ゴミ置き場、人感センサーライト、クローゼット、照明器具と記載されています。はい、 D タイプキッチン広めですね。2口ガスコンロのシステムキッチンです。
はい、図面見ていますが、一人暮らしの憧れ、利便性の高い駅前に住まう。参道仲見世通りにはスーパーや商店が多数あり、都心への楽々アクセスと記載されています。またペット飼育相談可能ですね。中小型犬、猫いずれか1匹まで飼育可能。ペット飼育の際は敷金1ヶ月積み増しとのことです。はい、鉄筋コンクリート造9階建て、倉庫数29個のディーズガーデン川崎大師2のですね、 D タイプのお部屋をご覧いただいています。はい、前半に似ている、前半のですね、間取りと似ている A タイプと C タイプは賃料7万1000円から募集。後半ご覧いただいている広めのですね、 1K タイプは9万2000円の賃料から募集中です。はい、京急大師線川崎大師駅徒歩1分、駅前の設備、お店等がですね、利用できるというのは非常に使い勝手良いですよね。もう一度初期費用をご説明していきます。こちらティーズガーデン川崎大師2ですが、初期費用5万円、すべてのお部屋フリーレント2ヶ月付きでご紹介いたします。内訳は2ヶ月分の賃料、共益費、保証会社の初回利用料、2年分の保険料、鍵交換代が入ってですね、初期費用5万円です。はい、非常に素敵なお部屋でした。今回のルームツアー動画は以上です。次回のルームツアー動画も皆様お楽しみにお待ちくださいませ。私たちが目指すものは不動産業界を塗り替えることだ。お部屋探しのアートサポート。